なかなかいいところじゃない。それでこれからどうするの？すぐに実家の方へ向かうのかしら？なるほど、お姉さんの水着姿が一刻も早く見たいと、そういうわけね。さあ行きましょう。綺麗ね、早く。ええ、期待しててね。いかがかしら。ありがとう。ちょっと休みましょう。あ、お願いするわ。あなたは確か小早川静香と申します。あ、私のことをご存知ではないのでしたね。私はあなたのことをよく存じ上げております。お会いできてとても嬉しいです。どうしたの？へえ、なかなかやるじゃないの。足が速すぎです。あら、失礼いたしました。お友達の方かしら？お初にお目にかかります。私この方の許嫁で小早川静香と申します。え、どういうこと？あの、そちらの美しい方は？他に異中の女性がいたなんて。違うのよ、恋人じゃないわ。変なこと言わないの。では恋人さんではありませんのね。安心しました。私の名を呼んでくれた。そちらのうちと私のうち小早川家で取り交わした婚姻の約束です。
12年前です。以来、将来の伴侶としてあなたのことをお慕いしていました。ご子息が18歳となる日をもって正式に婚約、成人となる日をもって成婚となすと。私、何か。彼女にそんなこと言っても仕方ないみたいよ。私、ずっとあなたのことだから、今日お会いできたことが嬉しくて、お気持ちも考えず申し訳ありませんでした。失礼いたします。言い過ぎじゃない？よく知らないけど、彼女はずっと君だけを慕ってきたんでしょ？もう少し優しい言葉とか。私に怒鳴らないでくれる？私はただ相手の気持ちも考えてあげてと言ってるだけ。わからないのは私も同じなのよ。どういうことなのか説明してほしいのはこっちよ。ねえ、落ち着いて考えてみようよ。とにかく一度あなたの実家に行ってみましょう。詳しい話が聞けるはずよ。お屋敷じゃない。お金持ちだったのね。地元の名士っていうのかしら。恥ずかしいことなんかないわ。あなたにもきっと見つかると思う。私、何かを求めて努力している人って好きよ。でも一緒になれば玉の輿に乗れるわけか。そうね。だけど簡単に落とせそうだからつまらないわね。さあ行きましょうか。お邪魔します。おー、遅かったな。明日の準備が。母さん！はいはい、おかえり。あら、そちらのお嬢さんは？あらあら、それはまあ、この子の母です。いつも息子がお世話になってます。あ、ご挨拶が遅れました。高瀬絵里奈です。この度は急にお邪魔して。いいえ、よろしいのよ。でも、あの子が女性のお客様を連れてくるなんて、驚きましたわ。ぶしつけな質問で申し訳ないのだけれど、どういうご関係？はいはい、そうだったわね。ほら、あなたも何かおっしゃい。エリナさんでしたか。具足が世話になっているようですが。いくら実家への帰省とはいえ、結婚前の男女が泊まりがけの旅行というのはどういう了見ですかな。彼は恋人のことで落ち込んでいた私を励ますために今度の旅行に誘ってくれたんです。
やましいことはありませんし、私は彼を信じてます。おう、よく知っておるな。なんだ、もう会ったのか。いい娘さんだろう。もともとうちと小早川の両家は代々付き合いがあって、共にこの潮見原の発展に尽力してきた。特に静香さんの父親賢治はわしの一番の親友なのだ。両家は戦後の混乱した時代も武神共に互いに助け合ってきた信頼できる仲。わしの代に縁戚関係を結ぶこととなり、周りからも祝福されておったのだが、小早川家に不幸があってな、それは叶わなかった。お父さん、その話はもう。そこでうちと小早川両家に念願の絆を結ぶため、お前と静香さんを言い名付けとしたのだ。それは我が家の男子たるもの、家を継ぐ覚悟ができるまで女子に惑わされるべからずという。私は話すべきだって言ったのよ。おい母さん、それはないぞ。お前ももうじき18になる。大人として認めてもよかろう。そこでかねてからの言い名付けと見合いをさせようと思ったのだ。そして高校を卒業したら、ここ潮見原に戻ってわしの後を継ぐための準備をせえ。こら！おじさま、彼も疲れてることですし、今日のところはこれで。それに私も休ませていただきたいですわ。そうね。あなた、お客様に不作法があっては我が家の恥ですわよ。明日は見合いだ。わかったな。さあ、お部屋に案内しましょう。いいお部屋ね。明日のお見合いは出なさいね。お見合いの席ともなれば、君とお父さんだけの問題ではなくなるわ。君のご両親は当然、それに静香さんと向こうのご両親とか多くの人に迷惑がかかるの。あなたの気持ちは改めてお父さんに話すとして、明日は話だけでも聞いてみれば。おはよう。何その残念そうな顔は。パジャマ姿かネグリシェ姿でも期待してたのかしら。どっちにしてもハズレね。
さあどうかしら。あ、先に行ってて。おはよう、エリナさんは。おはようございます。ごめんなさい、遅くなってしまって。おはよう、エリナさん。朝からお綺麗ね。いえ、そんな。あ、おばさま、朝食の支度、お手伝いしますわ。それじゃ、散歩&観光に行ってくるわね。いいの、気にしない気にしない。一人で考えたいこともあるしね。それより、お見合いの席で短気なんか起こしちゃダメよ。今日のところは話を聞く。いい？そうね、うん、約束よ。じゃあね。ああ、それでは。小早川静香と申します。静香の父です。母です。本当に立派になられて。私が知っているのは、君がまだいたずら坊主だった頃で。ところで、私の静香を絶対不幸にしないと誓えるかね。君、誓えるかね。もう、あなたったら。ほら、静香も何かお話ししなさい。私、胸がいっぱいで。まあ、聞きました？この子ったら、あなたの前だから緊張しちゃって。もう少し頑張って。でも、静香さんもいいお嬢さんよ。いや、わしらだけで盛り上がっていてもいけませんな。ここは若い者は若い者同士ということで。おっしゃることもわからないわけではありません。私だってそう思うことはあります。だけど、親が決めた相手、それが自分で選んだ相手ではないとはいえ、これも一つの出会い、運命と言えますでしょ。あの時から12年、あなたへの思いを育ててきたのは私自身なんです。ずっとあなたのことを思ってきました。あなたが私に微笑んでくれるのを夢見てきました。あなたが都会の高校へ進学したと知った時は、一晩中泣きました。あなたには
迷惑な話と思います。これは私の片思いですから。でもこの思いは私の中の真実。そうですね、私の思いは理想のあなたに恋してるだけかもしれません。そう、私はずっと自分の夢の中にいたいのかもしれない。あなたと結ばれる夢の中に。私、今日のお見合いを心待ちにしていました。だって、いいなずけという約束が初めて形となる日ですもの。あとは、奇跡が起これば、私の夢が現実になるかもしれませんから。私の思いがあなたに届き、あなたがその思いを受け入れてくれること。分かっています。あなたのお気持ちを考えればそこまで望んではいけないことぐらい。だから何もおっしゃらないで、今少し夢を見させてください。おう、もうすぐ静香さんが迎えに来るからな。一緒に夏祭りに行ってこい。エリナさんにはすまないが、諦めてもらうしかないの。静香さんはお前の言い名付けだぞ。一緒に祭りに行って当然だろうが。うん、しかしもう静香さんの来る頃だ。あの子の気持ちも考えてやれ。お前と祭りに行くのを楽しみにしておったんだぞ。お前と静香さんが祭りに行くのも見合いの一部として予定されているものだ。小早川家も了承している。そう、仕方ないわね。エリナさんには母さんから事情を説明しておきます。行きなさい。あなたの率直な気持ちを静香さんに話してみなさい。おい母さん。お父さんは黙っててください。あなたにはすまないと思ってるわ。突然言い名付けですものね。でもあなたももう大人だと思うから、この話よく考えてみてほしいの。うちと小早川の両家にとって幸福なこと、そしてあなたと静香さんにとって幸福なこと。母さん、あなたがよく考えた上で結論を出してほしいのよ。だけどこれだけは分かってね。言い名付けの話は私たち親が勝手に決めたものだけど、それはあなたの将来に良かれと思ってのことなの。分かっているならいいわ。さあ行きなさい。お出迎え？あ、もうお祭りに行く時間か。
せっかちね。少し待ってて、浴衣に着替えてくるから。そうなの？いい名付けですものね。仕方ないわ。ごめんなさい、わがままを言ってしまって。怒ってらっしゃいます？早く参りましょう。ほら、夜店がたくさん。金魚すくいしましょう。私、こう見えても得意なんですよ。輪投げも面白そうですね。そうだ、何か食べましょうか。焼きトウモロコシはお好きですか？ね。したら涙なんて、あなたの前で恥ずかしい。腕を組んでください。腕を組みましょう。やはりそうですよね。いきなり許嫁などと言われても受け入れられるはずもないですよね。でも残酷です。もう少し夢を見させてとお願いしたばかりなのに、やっとあなたに思いを伝えられたのに、もう夢見る時間は終わりにしなければいけませんね。ごめんなさい。私、取り乱してしまって。はい。綺麗な星空。お帰りなさい。もういいのよ。わかってるわ。おばさまからも事情は聞いたから。
君は自分の思った通りに行動しただけじゃないの。誰も悪くないのにね。辛いのね。でも君にその痛みがわかるのは君も傷ついてるからだわ。君が優しいから。そうかもしれないけど、私はあの子のことよく知らないからわからないわ。でも今目の前で苦しんでるのは君だってわかってる。助けてあげたい、支えてあげたい、そう思えるのは君だけ。だから今夜だけは甘えさせてあげる。何もかも忘れて眠れるようにしてあげる。明日元気になれるように。私とお部屋に来て。あ、おはよう。おはよう。そうかしら、君はよく眠れた？そう、よかったわね。何が赤くなっとるんだ？さあ、朝食の準備ができてるわよ。うん、いいだろう。私も？話というのは、いいなずけのことだな。何を勝手なことを言いよって、この親不孝者が。それにあの静香さんだ、何が不服だ。出来の悪い娘なら言い出しらず、お前にはもったいないぐらいだ。あんな良い娘を振るなどと。まさか他に好きな子でもおるのか。え？何を言い出すかと思えば。ああ、いや、
エリナさん、あんたはどうなんだ？私ですか？私も彼のことが好きです。将来は自分で決めるだの、他に好きな子がいるだのと。わかった。一週間ほど時間をやるから、もう一度よく考えて答えを出せ。9月1日、お前の18の誕生日だ。その日にもう一度お前の意思を聞かせてもらおう。許嫁の話はそれまで保留だ。いいから、頭を冷やして考えてみろ。あなたの帰省の機会に、許嫁の話をまとめようとしたのには、無理があったと、私たちも反省しているのよ。昨日も言ったけど、あなたにはよく考えてほしい。そのための時間なの。だけど考えて。その上で、あなたが出した結論なら、私たちも、もう何も言いません。ただし、自分で決めた以上、責任は自分で取ること。実はさっき、小早川の家からも連絡があった。許嫁の話のことでな。静香さんから話を聞いたそうだ。あの親バカのことだから娘を泣かせたと激怒するかと思ったが、静香さんに泣きながら、これは二人で決めたことでお前が悪いわけではないと言われたそうだ。よくできた娘さんだ。お前と違ってな。だからわしは頭を下げて、許嫁の話を保留にしてくれるよう頼んだ。お前にもう少し考える時間をくれとな。自分で道を選びたいというのも男なら当然だ。母さんの言う通り、お前がよく考え決めたことなら好きにするがいい。返事を待っとるからな。午後には潮見原を出て春川に戻るんでしょ。部屋に行って支度なさい。エリナさんはちょっと残っててね。はい。エリナさん、ありがとう。あなたがいてくれて助かったわ。いえ、そんな。あの子ったら、偉そうなこと言っても、まだまだ子供だから。あの子の無理に付き合わせて、本当にごめんなさいね。今度あの子が甘えそうな時は、突っぱねてやってくださいな。おばさま。もし機会があれば、またいらっしゃい。あなたなら大歓迎だわ。元気でね。それと返事を待ってるわ。息子が言うことを聞かなくなったから拗ねてるのよ。エリナさんも元気でね。はい、お世話になりました。おばさまもお元気で。おじさまにもよろしくお伝えください。それでは失礼します。
何？どうして？ま、いいわ。22歳、ミュージシャンよ。と言っても、フリーターだけどね。バイトでバンドの資金を稼ぎながら音楽やってるわ。インディーズ系のバンドなの。アバンワクって知ってる？最近は CD も出してるわ。そこのボーカル。元はギタリストだったの。何事にも一生懸命な人だった。そう。人は変わってしまうことがあるのよ。ちょっとね。そのことは話したくないわ。もういいでしょ。君には関係ないことよ。